場合は工事を順延することがあります。以上、道路情報をお知らせしました。こちらは阪神高速路卒道頓堀です。午後3時14分現在の道路情報をお知らせします。スリップ注意です。阪神高速道路は全線にわたり路面が濡れてスリップしやすい状況になっています。急ブレーキ、急ハンドルを避け安全運転を心がけてください。2月5日日曜日午後1時から午後6時まで14号松原線上り国の里付近で車線規制工事を実施いたします。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、雨天などの場合は工事を順延することがあります。以上、道路情報をお知らせしました。こちらは阪神高速路卒道頓堀です。午後3時15分現在の道路情報をお知らせします。